6月の吉日は連続してきて、ラッシュタイプの月となります。流れを掴んで、チャンスや金運、いろんなものをゲットしてくださいね。運が覚醒する記念上昇チャンネルの高見です。金運年間5万部記念第2回高見アワード書店購入キャンペーン、Amazon レビューキャンペーンと3つのイベント開催中です。どれも応募者全員プレゼントをご用意していますので、概要欄からチェックしてみてくださいね。6月は天気の月がやってきます。大きな流れとして、一つ目が21日の夏至です。春分や夏至などの節目はエネルギーの転換点となるため、エネルギーの高いいい気が充満します。こんな時は運気を上げやすい時なので、意識して過ごしたいのと、運気の変わり目の時ですので、過ごし方のポイントも変わってきます。この夏至に向けて準備をする当日の過ごし方を抑えておくことが大切となってきます。続いて、上半期最後の月となる6月は、暦の上でも区切りの月となります。半年無事に過ごした感謝と半年間の間に溜まった厄を落として残り半年に向かうという大祓いが30日にありますので、ここが2つの大きなポイントとなります。また、暦上最高の吉日の転写日が6月にはありますし、6月末からは何と言っても1年に一度の金運上昇ウィークがやってきます。今日は6月1ヶ月の運勢の流れと注意する吉日、それからやっておくといいことをお話したいと思います。吉日てんこ盛りの6月ですので、流れを押さえておきたいですね。まずははじめに龍神様のつながり、場を極める T 社の音から始めていきましょう。それでは早速、行ってみましょう。まず、吉日をダーッと話して、それから流れと過ごし方についてお話をしたいと思います。6月の吉日は連続してきて、しばらくお休みをして、また連続してきて、という流れで、ラッシュタイプの月となります。前半では、6日の虎の日、7日に麒麟日、9日が一粒万倍日と、巳の日のダブル吉日、10日は天赦日と一粒万倍日、そして、馬の日というトリプル吉日がやってきます。7日は要注意日なんですが、金運を高める麒麟日ですので、アクションをしておきたい日の一つです。過ごし方などは別の動画でお話をしますね。中盤には14日、満月の後、少し間が空いて、18日に虎の日、19日に鳳凰日、そして21日に夏至、そして一粒万倍日、巳の日とトリプル大吉日です。翌日22日も一粒万倍日、夏至の強烈なエネルギーにさらに万倍に強める一粒万倍日、そして金運エネルギーを高める働きの巳の日と今年の夏至は一味違うようです。後半には6月22日にはマヤ暦の年に一度の金運上昇ウィークが始まりを迎え、金運上昇ウィークに重なって28日の寝の日、29日新月、30日に虎の日、大祓へと続きます。3ブロック吉日ラッシュがある感じですね。休んで動いてとメリハリがつけそうです。こんな感じで6月の吉日がやってくるんですが、ここからはどんな過ごし方をして吉日を迎えるかなんですが、マヤ暦の流れからお伝えをしていきますね。マヤ暦ではちょうど6月1日から白い魔法使いという星の14日間を迎えます。これは5月19日の赤い竜の前暦の1年がスタートしましたから、5月19日から始めたことに対して洗練していく、削ぎ落としていく期間となります。例えば、チャレンジしたいことがたくさん出てきて、いろいろ始めてみたけど、現実的には無理そうだな、と感じることを取捨選択して削ぎ落としていく。だったり、新しいことをやる時間を取るために、今あるものの中からやめることを決める。だったり、そのように削ぎ落とすことで洗練される期間となります。また、夏至などのパワーが強い時は、そのいい気をしっかりと受け取るために、スペースを空けておいた方がいいので、夏至まで
断捨離しておこうね、お掃除しておこうよという宇宙の計らいといいますか、お母さんのような運気です。6月1日から14日までの期間は、付け足すことよりもできるだけ引くこと、削ぎ落とすことに意識をすること、運気も良くなりますし、その後の夏至もいい流れで迎えられます。断捨離、お掃除以外でも、やめたい習慣だったり考え方の癖など、自分の人生においていらないなというものをリストアップして手放していくといい時です。続いて6月14日からは青い手の13日間に入ってきます。チャンスが巡る13日間ですので、いろんな変化、天気、出会いなど起こりやすい時期です。特に白い魔法使いの13日間で、不要なものを削ぎ落としているとフットワークも軽くなりますから、チャンスが来た時にパッと掴むことができます。この期間はピンときたらパッと動くといいですし、運気を開くためのキーワードが一手間かけるですので、丁寧さを心がけたり、仕事で一工夫したり、もっとこうしたら良くなるかも、もっとこうしたら喜ばれるかもと考えて行動していくと運が開けていきます。もう一つ、手を使うことも運気アップにいいアクションですので、手芸や球技、手先を使うこと、料理なんかもいいですし、普段のお掃除もいいですね。手を使うことも運気を高め、何かヒントを得たり、ひらめきが起こったりするアクションで、チャンスが巡りやすくなるので、おすすめです。そして、6月27日からは、黄色い太陽の13日間に入っていきます。前歴の年に一度の金運上昇ウィークの始まりです。ここで金運を高めるポイントは、黄色い太陽のエネルギーを取り入れることで、金運上昇ウィークのエネルギーと同調して、金運が高まっていきます。また、赤い竜で始めて白い魔法使いで調整し、青い手で発展させたことが、6月27日からの金運上昇ウィークの13日間で実りとなってやってくる時です。喜びに満ちた13日間となりそうです。多くの収穫を迎えるには、それぞれの時期に適したアクションをして育てていくことが大きな実りへとつながるポイントです。簡単にまとめますと、6月1日から13日までは不要なものを手放す期間、夏至も近いので、断捨離やお掃除をしていることは夏至で運気上昇する準備にもなりますので、さらなる追い風となるアクションです。6月14日から26日までは、一手間かける、手を使うことをすることで変化やチャンスが訪れる期間です。ピンときたらすぐに動くこともチャンスをつかむ鍵となります。6月27日からは年に一度の金運上昇ウィークの始まりです。そこに根の日や虎の日などいい吉日も重ねて訪れますから、集中して金運を高められる13日間です。臨時収入が立て続けに起こる方も出てくると思いますよ。この期間の過ごし方は別の動画で詳しくお話をしていきますね。またそれぞれの吉日も動画で出していきます。流れを掴んでチャンスや金運、いろんなものをゲットしてくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。